いやー40代だし今更おしゃれをバリバリ楽しみたいっていうテンションでもないんだよなかといってファッションを諦めちゃうとそれまたおじさんっぽく見えるのも嫌だしなかなか難しいところだよなできれば必要最低限のおしゃれができてなおかつ予算も抑えられるようなそんな着こなしを楽しみたいんだけども誰かユニクロを使った大人の秋の着こなしバチッと教えてくれる人っていないのかなと思っている皆さんこんにちはスターリストの,です今回の動画なんですが40代の大人に似合うユニクロの 秋服4 0 0 0というテーマでお届けをしたいなと思っていますまあ、冒頭にもお伝えした通り40代になってくるとですねファッションに対するモチベーションって下がる方も多いかなと思うんですね20代30代の頃はですねまだモテたい欲だとかトレンド感を楽しみたい欲みたいなものもあったかなと思うんですが、まあ、40代になると仕事も忙しいし家庭も忙しかったりするのでそうなるとですねファッションにお金もリソースもあんまり避けなくなってくるかなと思うんですねだからといってファッションを諦めてしまうと一気に おじさんっぽく見えてしまうのでそれなりには意識をしたいという方もう少なくないかなと思いますまあ、そんな時に役立つのがユニクロの存在だなと思ってまして今回はですねユニクロの秋の新作の中から特に大人世代に似合いそうなものをですね4点厳選して皆さんにご紹介をしてみたいなと思っていますまあ、僕自身もですね現在40代ということでまあ、20代の頃に比べるとファッションのモチベーションはそんなに高くはなくなってきましただけども最近の40代って若々しい人もたくさんいるのでまだまだファッションを諦めるには早い 早い年代代だと思ってるんでで、ね、ですすねので僕も含めた40代これからもおしゃれを楽しみ続けるために皆さんにですね役立つようなユニクロのですね秋服をしっかりと解説したいなと思っていますのでよかったら最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの興味なるべく分かりやすく解説していますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここから具体的にですね、大人に似合う秋のユニクロ服をですね、4点ご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、僕が今着てるこちらのですね、ダブルフェイスシャツジャケットですね、これはなかなか良かったですね。店頭で見つけて試着をした瞬間にですね、これは買いだなと思ってですね、早速着た状態で皆さんにご紹介ができればなと思っています、まあ。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですが、こちらはですね、M サイズを 最初からですね適度にゆとり感があるようなデザインになっていまして肩のラインはですね思いっきり落ちているというよりは割とですねぴったりめなんですが少しだけ落としている感じですかね身幅にゆとりがあってボックス型のデザインになってましてシャツのような雰囲気があるんだけどもちゃんと厚みがあって防寒性もあるんですねそういった意味では秋から冬の初めぐらいは使っていただけるようなそんな1枚になってるかなと思います、まあ、襟もちょっと大きめになってましてしっかりとアウターっぽい見え方になってるかなと思います で、見ていただくとこちらは無地ではなくてチェック柄なんですよね。いわゆるチェックの中でもオンブレチェックと呼ばれるもので、ちょっとこう滲んだような色合いですね。それが特徴的なチェックなんですね。細かな柄が連続しているものではなくて、結構大食いの柄で、ブラウン系とブラックですね。この2色で基本的には構成をされています。やぼったく見えがちなチェック柄なんですが、ブラックが入ることで、そんなにですね、やぼったさが強調されないんですね。秋らしい雰囲気も漂いつつ、そこまでカジュアル見えしすぎないというと ととととここころがなななななかかかいいいいいい思っってこれだったら大人世代にも使いやすいんじゃないのかなということで今回は、着目にこちらを選ばせていたただきまましたもう今回は、まあ、なるべくシンプルにですね、内側には白 T ですね、重ね着しやすいですね、ヘインズの BPT を着ていますが、なるべくブラウン系のチェックシャツなので、やぼったく見えないように、爽やかなホワイトをちょっとだけ見せるようにしています。で、ボトムスに関してはもういつも通りですね、ブラックで引き締めてあげれば、このやぼったい雰囲気を持つチェック柄がシャキッとまとまるので、なかなかバランスが いいいいんじゃななのかなと思います、まあ、サイドにポケットがついてるのも嬉しいポイントでやっぱり秋とか冬になるとどうしてもポケットに手を突っ込みたくなるんですねお行儀は良くないんですがこの状態が安心するんですよねそういったところも含めてかなり完成度が高いかなと思います、まあ、僕たち大人世代はこういったチェックシャツを見るとキムタクをですね思い出すかなと思うんですね僕もですねドラマビューティフルライフの木村拓哉さんのですね着こなしが頭の中に今でもですね思い浮かんでるわけなんですが、まあ、そういった意味で 大人の男性にとっては懐かしさもあるようなアイテムでもありますし最近のですね古着ブームの雰囲気もちょっと感じられるような1枚なのでこれはですね持っておくとですね今年らしさというところが出せるんじゃないのかなと思いますカジュアルなアイテムであっても他に合わせるものがちょっと綺麗めな雰囲気であれば大人世代にも着やすいかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思いますちなみにこのブラウンベースもいいんですがブラックとホワイトのモノトーンで配色されているものもこれまためちゃくちゃかっこよかったのであくまで好みです僕はちょっとこの秋らしい色が すごく好きだったので、こちらを購入しましたが、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、オンラインや店頭でチェックをしていただければなと思っています。 はい、ということで2点目からですね、座った状態でお届けできればなと思ってるんですが、2点目こちらですね、ミラノリブシャツカーディガンですね、価格は4990円ということで、これは正直大人世代であれば、ユニクロの秋服の中でもマストと呼べるような存在かなと思います。まあ、ニット素材ではあるんですが、いわゆるこう丸首のニットだとか、V ネックのニットのような、かぶりタイプではなくて、カーディガン仕様になってるんですね。前ボタンがついていて、開閉できるというところでは、結構ですね、軽く羽織 やすすいアイテムなんですね例えばですね T シャツの上にサライと着てあげてもいいしシャツの上に着ても様になるのがこちらのアイテムかなと思いますボタンがつくことでよりこうアウター的な感覚で使うことができるのでこれまでの通常のですねニットとはまた違ったようなアプローチになってくるかなと思います結構ですねニットの羽織り物というとニットジャケットみたいなものがですね以前はよくあったんですね形はジャケットなんだけども素材はニットみたいなものもですね大人世代には似合いいいやすいんですでねたただこういったものが今 はですね、旬なカテゴリーかというとそんなことはなくて今はですねこういったカーディガンタイプで襟が付いてるものですねこういったものがちょっと最近は旬なアイテムとしていろんなブランドで出てきてるかなと思っています通常のですね V ネックの襟型のカーディガンっていうのはこれまたベーシックで使いやすいんですが襟が付くことでトレンド感も漂えますしより大人っぽくて上品な雰囲気も漂うのでこれは使い勝手がいいかなと思いますいわゆるこうシャツアウターとかカバーオールっぽいような雰囲気もあってその素材感がニットと いいいうとととこころもも楽しめるのがこののが着かなと思まます。す肩のラインちちょっとだけ落ちていますね。見幅も少しだけゆとりがあるんですがいわゆるこうセレクトショップのオリジナルとかと比較するとそこまでゆったり加減というのが強くないので40代ぐらいの大人世代にもバチッと似合いやすいような適度なサイズ感になってるかなと思います、まあ、着こなしは結構簡単で白 T の上に例えばグレーのカーディガンを着て下ブラックのパンツこちらの写真のような着こなしはまず間違いがないかなと思うんですねこれだと上 上半身が、まあ、ブラックとかではないので重たすぎなくて結構使いやすいしこれはまず鉄板の着こなしになってくるかなと思いますまたこちらの方のようにですねカーディガン自体をブラックだとかネイビーのような濃い色にしてしまってボトム層ですねグレー系でまとめるで足元はローファーというスタイリングですねこれめちゃくちゃ大人世代にはまりやすいかなと思いますぜひ、まあ、皆さんにもトライしていただきたい着こなしですねまたはこちらの方のようにですね上これまたブラックだとかネイビーのように濃いめのカーディガンを着てして 下はですね、これまた僕がよくですねお伝えするようなホワイト系のデニムとかを合わせることでコントラストを高めて着ていただくのも爽やかに見えるし大人っぽくまとめることができるのでこれも似合いやすいかなと思います結構1着持っておけば様々な着こなしが想定できるんですね意外と外しでオリーブのパンツみたいなものも合わせてもいいかなと思うので鉄板で使いやすいアイテムかなと思います価格も5000円ぐらいでアウターっぽく羽織れるものが買えるのはすごく嬉しいポイントかなと思うのでぜひですね 20代以降の大人世代であれば色選びが非常に難しいところなんですが一押しだとですねブラックやネイビーのような濃い色ですねちょっと明るさを出したいという意味ではグレーもすごくいい色なのでこちらもチェックをしていただければなと思っています はい続いて3点目のアイテムなんですがこちらですねソフトニットフリースモックネックティーですね価格が1 9 9 0円ということでこれまた使い勝手がすごくいいような名品だなと思います正直ですね店頭に置いてあってもあんまり目立たないような地味なアイテムだと思うんですねいわゆるこうロン T みたいなもので襟型はですね丸首ではなくてモックネック少し高さがあって普通のこう丸首とタートルネックの中間的な立ち位置なのでまだまだ暑いんですが秋冬だ あればレイヤーの一部としてすごく使い勝手がいいのでこれも1枚あると便利なのかなと思いますサイズ感でいうとですねレギュラーフィットになっていまして決してこう今っぽいですね緩めのサイズ感ではないんですねこれなぜかというと1枚で着ることはあまり想定してないからだと思うんですねあくまで重ね着のベースとして着ることを想定しているので先ほどご紹介したようなダブルフェイスジャケットの内側に着たりだとかミラノリブシャツカーディガンの内側に着たりすることでバランスよく配置することができるのでこれ これは便利ななトップスかなと思っていますよくあるようなモックネックのロン t ではあるんですがニットのような風合いなので通常のロン t に比べると上品な質感に仕上がってるんですね、まあ、特に分かりやすいのがグレーですねちょっとこう機毛感だとかこのあたりがニットのような風合いでなかなか上品なんですよね例えば先ほどのダブルフェイスシャツジャケットの内側に着てあげてもいいと思いますしミラノリブシャツカーディガンがブラックだとかネイビーだったらグレーのですねこちらのモックネック T シャツを入れてあげる と結構バランスがいいんじゃないのかなと思っていますもちろんですね、オフホワイトを入れてあげればアウターが暗かった時に明るい色として使うことができるのでこれも便利ですねまたストイックなブラックもいいなと思ってましてダブルフェイスシャツジャケットを僕はブラウンを購入しましたがその内側をブラックにすることでだいぶですねシャープさを漂わせることができるのでまあ、こういった着こなしも想定できるかなと思いますで40代になってくるとだんだん首のあたりにですね年齢が出るなぁと悩んでる方も多いかなと思うんですがまあ、そういった時にも 程よく首がですね隠せるようなモックネックというのは1枚だと便利なアイテムなんですねまだまだ暑い季節ではあるんですがこれはですね1枚か2枚持っとくと結構使える機会があるかなと思うのでぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています個人的にはイチオシはですねちょっとこの木管が漂うグレーそしてオフホワイトも使いやすいしブラックもいいんですよねついでに言うとオリーブの色も40代以降の世代だとちょっとやぼったく見える可能性があるんですがおしゃれ好きな方だとこの色 色合いもすごくかっこいいかなと思うので4色とも一度見ていただいて自分のですねライフスタイルだとか着こなしの中に使いやすいものを皆さん是非ゲットしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト4点目はボトムスですね。今回ご紹介したいのはこちらですね。お馴染みのタックワイドパンツなんですが、ヘリンボン柄が入ったもので、色はですね、07のグレーですね。これが個人的にもちょっと欲しいなと思っているような、素晴らしい仕上がりの1本かなと思っています。まあ、グレー系のスラックスってすっごいおじさんっぽく見えるんですよね。なので本来であれば40代以上の大人世代にはそんなに推奨できるようなものではないんですね。ただ大事なのは、アイテム単体で完結するのではなくて、こういった ちょっとやぼったく見えるアイテムをどう他のアイテムと合わせることで全体の調和をとるかということなんですねこのグレーのパンツ自体はクラシックな要素がありますしそこにヘリンボーンの柄が入っているのでよりですねクラシック感は強まるんですねですがこういった要素のボトムスをうまく使えると結構オシャレに見えるんですね、まあ、タックワイドパンツということでシルエットも少しゆとりがあるんですがいわゆるですね他のブランドのワイドパンツに比べるとそこまで太すぎずにもも周りはゆとりがありますが割とこうストンと落ちる形でセンタープレー スも効いて竹の長さだけ気をつけてください。裾のあたりにですねたっぷりと生地がたまってしまうとやぼったく見えるのでハーフクッションからワンクッションぐらいでちゃんとですね裾上げをして履いていただければそこまでやぼったく見えることがないのでぜひ、まあ、ですね40代の大人さイの中でもおしゃれを楽しみたい方であればこれトライをしていただきたいなと思うんですね合わせ方としては先ほどご紹介したミラノリブシャツカーディガンですねこちらのブラックだとかネイビーと合わせていただければまず間違いがなく はまってくれるかなと思いますニット素材で襟付きのちょっと綺麗なアイテムと合わせることでこのようなグレー系のスラックスが大人っぽく綺麗見えしてくれるんですねまた一番最初にご紹介したダブルフェイスシャツジャケットのブラウンと合わせていただいてもちょっとクラシックな雰囲気でギリギリではあるんですがうまくはまれば大人世代にもすごくおしゃれな雰囲気で着こなせるかなと思います他には今回ご紹介していませんがロング丈のコートとかにもすごく相性がいいんですね例えばユニクロ U のオーバーバサイズステンカラ コートですねこの辺りのダークグレーだとかブラウンなんかに合わせていただいてもすごく相性がいいかなと思うのでこのボトムスが1本あるだけで季節感漂いますしクラシックな雰囲気も含めてバチッとはまりやすいのでぜひ大人の男性にはトライしていただきたい1本かなと思っています足元はどんなものが合うかなと想定してみるとですね例えば最近だったらコンバースのオールスターのブラックだとかその辺りでちょっと着崩してあげるのもいいかなと思いますしホワイト系のレザースニーカーとかでちょっと綺麗な方向に振ってあげるのもいいです あとはブラックのローファーとも相性がいいかなと思うので結構様々な靴とも相性がいい1本かなと思っていますちょっとやぼったさが漂うようなボトムスではあるんですがブラック系のアウターだとか濃い色のアウターとは抜群に合うものなのでぜひ皆さんもですねトライをしていただければなと思っています はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では40代以上の大人世代に似合うユニクロの秋服4000というテーマでお届けをさせていただきましたどのアイテムに関しても僕全部買っていいなと思うぐらいですねレベルの高いものだったなと思いますもちろん40代の方とかそれ以上の方にもハマりますしあとはサイズ感ですねこれをですねワンサイズアップさせたりしながら着ていただければ30代の方でも十分に今回のアイテムは使うことができるんじゃないのかなと思います定番的なところを抑えながらほんのりトレンドが 感が漂うようよななアイテムなのでぜひ、まあ、皆さんもですね秋の着こなしの一部に加えてあげるといいんじゃないのかなと思っています今回はアイテムベースでご紹介しましたがもうちょっと季節が進んだら実際にこの辺りのアイテムを使いながらですね全身ユニクロコーデもですね皆さんにご紹介ができればなと思っていますのでよかったらそちらも楽しみにしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまた ちょっとツー向けののの専門ブランンンドにに関しまししししまままててては僕は僕もう一つ運営してますす YouTube メンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね。週末にライブ配信も行っていまして、皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、わいわい楽しくやっていますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったもの 最速のペースでお伝えをしています僕もですねほぼ毎日記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますのでこちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに